春の花があでやかに咲いています。丹精込められた苗の数々、シルバー人材センターの会員の皆さんが作りました。こちらで作られる苗を市民は心待ちにしています。北広島の今シルバーの会員数は何名ぐらいでしょうかね。はい、私どもですね、北広島市シルバー人材センターにはですね、現在約500名の会員さんがですね、登録されております。それで全国のですね、シルバー人材センターのまず状況の方ですね、お話したいと思うんですが、全国のシルバー人材センターの会員数はですね、現在約71万人おります。ただ65歳までのですね、定年制の延長などによりましてですね、ここ5年間ぐらいはですね、この会員数があまり増えてないような状況なんです。で、この現状をですね、切り開くために、昨年、全国のシルバー人材センターの、大元になるんですけれども、全国のシルバー人材センターの事業協会という、組織がありまして、それと北海道のですね、同じくシルバーのですね、連合会というのがありますが、そちらの方で、2024年度までのですね、7カ年をかけましてですね、会員数をあと30万人増やして、70万人から全国で100万人までに拡大しようとするですね、計画を決めまして、これは第二次会員100万人達成計画というふうに名前をつけてですね、現在いろんなですね、取り組みをしております。で、私どもですね、北広島のシルバーもですね、この計画を受けましてですね、やはり同じく今後7年をかけてですね、現在の500名ちょっとの会員をですね、約 1.5 倍近く増やしてですね、やりたいということで、現在会員の拡大計画というのを作ったところなんですね。この動画を見られた方に、はい、一言どうぞお願いします。はい、ぜひこの動画をご覧になっているですね、60歳以上で北広島市民の皆さんなんですけれども、シルバーにですね、入ってみたいなというふうに思われる方はですね、毎月月末にですね、入会説明会をここのシルバー活動センターでですね、行っておりますので、ぜひご連絡をいただければ幸いというふうに思っております。土はいいですね。どういうところ？土触るとなんか違うんでない？手先から癒しが来るんじゃないですか？私ももう20年来自分でガーデニングしてるんですよ。うん、でもずっと楽しんでたんですけど、少しはもうね、皆さんのためにも、ちょっと残された人生、ライフワークとしてお手伝いしたいなと思ったんです。こちらでは、ポットに特製の土を入れる作業をしています。一度に32個のポットができるんですね。ここに入った大きな功績をどれだけ残すかっていうことですね。それが人材という言葉だから、ね、人材ってそうでしょ、経験豊富なね、それを人材という言葉になるんですよ。こちらでどのような、仕事を？ほとんど総合的なこと全部やってます。土入れる数も決めたり、あと販売する場所 の, セッティングのところ全部こう、あとレイアウトとか全てにおいて全部やってます。もう何年ぐらい？後期で3年になるんですけど、最初から一応勉強のつもりで入ったんですよね。皆さんとっても楽しそうだ。木村さんはここで苗作りを始めて何年になられますか？はい、ざっと6年目になります。そうですか。これだけの数、一体どのぐらいの数ですか？ざっとですね、6万から6万5千株ぐらいになります。6万5千、はい、種類は何種類？ですね、花の色を含めましてですね、50種類ちょっとなります。それはすごいですね。はい、そして、出来上がった苗を、いつどのぐらいの時期に販売されるんでしょう？大きく分けましてですね、
直接販売しますのはこのハウスですね。でこれがですね、はいはい、時期的には今年は4月25、6日かな、ゴールデンウィーク前ですね、の予定をしております。一つはですね、大きな直売としましてはですね、はい、シルバーのふれあい祭りというのがですね、はいはいはい、5月の15、16、17ですか、はい、3日間ですね、はい、予定しておりますので、そこでもですね、直接販売させていただいております。ふれあい祭りの場所はですね、エルフィンパークですね、駅のエルフィンパークですね、はい、はい、そうです。そうですか、はい、何かここのセンターでできた苗は、なんか長持ちして強いとかっていうような、おかげさまでですね、最近そういうふうに評価していただける方が増えてますので、大変ありがたく思っております。できるだけいい苗をですね、作るということでみんな頑張っておりますので、そうですね、はい、今日は4月25日北野台のハウスでは販売初日ですよ。はい、一応、はい、有料賞はいただいてます。あ、それは、はい、それは素晴らしいですね。今年も有料賞もらってくださいね。あ、もう痛そうでキチキチなるように頑張ります。あ、ありがとうございます。ただ楽しみながら作ってるもんですからね。苗、きゅうりとか、はい、トマトの苗、はい、それにゼラニウムとか、ペチニアとか、やりました。出足はどうですか？おかげさまでですね、今の時間ちょっと切れてますけども、9時過ぎましたらどっとですね、お客さん入りまして、おかげさまでだいぶ買っていただきました。今日は取材に来ました。でもこれだけ買っちゃいました。これ植えたいいよ。じゃあ参加したい方の連絡先を局長お願いいたします。はい、連絡先はですね、こちらになりますので、ぜひ電話でですね予約をしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。